ションで目が覚め、サプリメント口に投げ込む、テレビジョンからサンドストーン、夜明けまで真っ暗時間がかかるさ、ようならもう言わずには枯れたよ、いつから連れ始めたのか、二人の気持ち、ぬくもりが欲しい、安らぎが欲しい、本当のこと知りたい、嘘はもういい加減にしよう、地に聞こえるマシンガンのような言い訳、愛していたのにはけなどない、ほどけてしまったのか、二人の絆、ぬくもりが欲しい、シンゴとはちょっとこう外れたところ、例えばエンプティーハートっていう今までのブリックスにないようなタイプの曲をシンゴが歌ったらどうなるんだろうっていう、逆にそういう楽しみみたいなところをすごくこう意識したっていうか、だからシンゴはこういう曲が合うからっていう型にはめるんではなくて、逆のことを考えて曲作ってましたね。今までそのシンゴのボーカルっていうのは結構ソフトで癒し系でみたいな捉え方をされることがすごく多かったので、でももっと違う面もあるんだよっていうところをどんどん出していきたかったし、でまあそれがある程度はできたかなとは思いますけど、あゆけの歌は僕もチャレンジしたいというか歌いたいと思ってたんで逆に嬉しかったんですけど、今回僕でもこの中で好きだったな、好きだったんで、好きなのは、意外と詩とかがマッチしたのは僕のね、ユニバース、だからね、やっぱ良かったんじゃないかな、ユニバースはね、僕もそう思ったね、最初でも割とちょっと難色を示したというか、ユニバースってそうだったけど、意外と歌ってみたらね、そうですね、あったんですよね。まだレコーディングの段階でどう歌うかってなんとなく歌ってみてものにはなって上がってくるんですけど、自分の中でそれを入れた後もまだどっかで悩んでるんですよね、その歌に対してこんな感じでいいのかって。それに対してでもすぐ直後からもうライブに向けてのリハーサルが始まって、体を動かしながらバンドでこう自分で声を思いっきり出しながら歌えて、それでやっとなんとなく自分の中に収まったかなというか。